お正月の隠し芸大会、みんな何やるか決まった？おい、それ聞かない約束だろ。そうなんだけど、でも気になっちゃって。私たちのチームはみんなびっくりするよね。うん、特別ゲストもいるしね。めっちゃ楽しみ。うちは和っぽい感じかな。うちのチームもザ・正月って感じ。すっごく気になる。まあ、お正月までのお楽しみだね。あといくつ寝たらいいんだっけ。はあ、重かった。何買ってきたんだ。大荷物だな。もしかしてお正月の隠し芸の買い出し。え、なんでわかったの。なんでって。買ったものちょっと見えちゃってるよ。ひまりのチームの隠し芸って。ああ、言っちゃダメ。正月まで内緒にするってみんなで話したもんな。私たち全員別チームだから当日までのお楽しみだね。まあ、ひーちゃんのチームがやるのは…ダメ。あら、もしかして隠し芸大会の相談？皆さん、はい、そうなんです。出し物が大掛かりな分、準備も大変で。確かにカオルは突拍子もないことを言い出すものね。いつものことです。みんな楽しそう。あやさんのチームは順調ですか？この間みんなでリハしたよ。ひなちゃんは？うちはまだ個人練習中って感じかな。私はルンとくる新技を考えてて。それ以上言うと何やるか分かっちゃいますよ。ああ、そっか。出し物はお正月まで内緒だったっけ。カオティックショット。で、どうですか、さよさん。何度も言っていますが、掛け声は必要ありません。隠し芸大会のお話ですか。そう、すごいのやるから期待しててね、リンリン。うん、私たちも頑張るね。ええ、今から肺活量をさらに鍛えておくわ。いえ、空気入れはあるそうです。あら、そうだったの。みんないいな。同じチームにバンドメンバーがいてさ。リサも楽しそうに準備していたじゃない。楽しいよ。うちは特に大掛かりなことやるから期待してて。はあ、早くお正月にならないかな。二人とも隠し芸大会は本当に大丈夫なの？うん、準備はバッチリね、ココロ。美咲は何を心配しているのかしら。私とハグミでみんなを笑顔にするわ。ココロとハグミだから心配してるの。美咲のその仲間を思いやる気持ち、ああ、はかない。で、美咲ちゃんのチームは順調かな。まあ、うちはなんとか。私が一応経験者なんで。経験者？何をやるんだろう。あ、いや、それは内緒って話なんで。きっと笑顔が笑顔を呼ぶ笑顔隠し芸だわ。みーくんの笑顔隠し芸、期待しちゃうな。美咲の報復絶踏の隠し芸、楽しみにしているよ。ハードルの上がり方、尋常じゃなくない？うん、私だけいつまで経ってもできない。まだ時間はあるし、練習すれば大丈夫。あ、隠し芸大会の話。
私器用じゃないから大変で。先輩たちも優しく教えてくれてるでしょ。そうだけど。シロちゃんファイト。ルイルイとトウコちゃんも同じチームだよね。そう、私はリハ完璧。ルイも目撃したっしょ。あなたが忘れ物をしたことを除けばどうにかなったんだから別にいいだろう。まあ二人ともどっちのチームも大変そうだね。ん？私が隠し芸をやるの？わーい！パレオはチュチュ様と同じチームで嬉しいです。そんな話はしてない。やる必要がないってこと。マスキトロックのチームは順調に進んでる？はい、うちはアヤ先輩が引っ張ってくれて。うちのチームも今んとこ順調だな。レイヤさんのチームメンバーって確か…うん、ハナちゃんと一緒だから練習も楽しいよ。あとはおっちゃんもいるしね。おっちゃんってそうそう、ハラちゃんが勝ってる。ストップ！隠しゲームの内容はシークレットという話よ。チュチュさん本当楽しみなんじゃ。うるさい。